これはね去年かけたんですけどね、うん、針がねちょっとねあの食い込みかかってきたんでね、うん、ちょうどタイミング的にはね今針がね外すタイミングなんでねちょっと、うんうん、根がいっぱいで土が落ちないのか凍ってるから落ちないのかどっちか両方ですこれカンカラカンに凍ってます、なんか今ひっくり返ってもん、ね、全然これはもう心配ないんです。でね冬の仕事だから根をね、うん、切ったり張ったりあんまりできないんでね、一応作業的にはね、うん、こういう仕事が今最高いいのね。これちょっと寒くて指先がこごんでます、外はマイナス何度かです、けどうちの中はやっぱり寒いわどっちにしても暖房あるけど、これはねあのこれは銅線なんですよ。それでね銅線っていうのはすごくねあの焼きなましっていうんだけど我々は一回あった焼いたやつは柔らかいんだけどそれをねこうやって針金かけるときに動かすでしょ、そうすると硬くなるの、なんか知らんけどねもう手こでも動かないってぐらいに硬くなるのさこれそれで帰っていいのね、一回カチッとつけたらこう触ったりなんかしてももうその形が1年なり2年なりきちっとなってるでしょ、でこれまっすぐだったの去年、それこの曲がりがさ今これ針金外してるんですけど、こうやってね見たらわかるけどこれ曲がってるのなお曲がってるでしょこうやって、これこういう風にね、だから本当はねこれはまだあの針金の跡がねこれもう見えないぐらいに外してるんだけど、もう1年かけたらね、あのきちっとつくんです癖が。これ1年ちょっと1年半だから、まだね本格的な癖じゃないの、で本当はこれが正解なんだよね、がっちり食い込んでからやった方が、もうピシッと効くんだけど跡がちょっと残るでしょ、ね、大した気にならない跡だけどね、だけどこうやって1年か2年以内に外して、これをね完成と見なさないでもう一回かけるんですよ、そうすると針金の跡がね、つかないね、めんどくさいよその代わり、普通はさ3年も4年も置いといてパッと外せばピシッと決まるけど、取った跡がぐる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 跡きれいに残っちゃうの、それを防ぐために1年か2年ぐらいかけたら外してまたもう一回かけるの。だからこの木はね今ね完成じゃないの、一応外してこれはちょっとねあのこう半圏外の木にしたいんでね、これはこういう植え方しないで今こういう植え方するんです。それで今あの針金外してかけ直しして、今度はちゃんとした立派な住宅に入れてね3LDKH に入れるから、これはね仮H はちょっと自分 の, あの人に知られないあの暗号秘密の H かい秘密の H ちゃん、針金ねかけたんだけど意外と真面目にやったんでね、先の先までかかってるんですけどこんなにいらないんですこれそうなの、これはね誰かねあの見ててねちょっと、見てたからねちょっとね手抜かないでやってたんだよね本当はこんなに先までしないんだけどちょっとなんかじっと見てた人がいたから、そうかい、それで真面目にやったんだよねこれね。でねこれ硬くなってるんでね、あのいよいよとなったら針金も多少こうあのつま先でやったり、道具はいろいろあるんですがね、もう道具もいいけどやっぱりね自分の指が一番いいんだよね、それでいいんだけどそれがね指が言うこと聞かない時は木を曲げてね、木をちょっと曲げてもらうの、それでこういう感じでこれこうやってこういう感じで取ることもあるんですよ、どうしてもの場合ね、こうやって取るのこうやってだってね、木は融通性あるからね、でこういう針金になるともう一回曲げたやつは硬い、それでもう2年も経つとね本当に硬くなってね、ちょっと
指で曲げるっていうのが大変になってきたやつは、うん、切る、もう切る、こういう感じでね。で、あれですよ、針金大事に使う人はね、うん、この針金大事に大事に取って、うん、もう一回巻きかなんかでね焼けばね、うん、また元に使えるようになるよ、うん、もう一回焼くの、焼きなましっていうんだけど、うん、そうするとまた柔らかくなってね、また使えますから、うん、大事に使う人はその銅線何回も使えるから使ったらいいんだけど、ちょっとね焼くったってね、いや向こう本州の方はストーブない、ストーブもないからね、うん、まあ本当はストーブ何で焼いてもいいんだ、ガスで焼いてもいいんだけどさ、うん、フライパンの上に、ね、のっけて、うん、フライパンじゃダメだね、あダメか、うん、やっぱり多少ちょっと日当たらないと、うん、日が当たってちょっと色が変わらなきゃダメ、あの網みたいのね、そうです、うーん、我が社はね、うん、薪が豊富だから、うん、薪で薪ストーブの中に入れてやんの、うーん、あれ前見せたことなかった、あるよ、あるでしょ、薪ストーブの中に入れてね、そのままにしてる時もあった忘れて、だから鉄とどこだからなくならないでしょ、え、あ残ってるよ、うん、でアク投げる時に出てきたよ、ゴロゴロっと、うん、それでもね大丈夫なんです、使えるんだ、使えますよ、うん、あまり火力強いと折れるけどね、うん、でも薪だからね知れてんだ、ガスでガーってやるとねちょっとダメだけどね、うん、いやー真面目にやってるよ今回は外すの緩くねえ、外すの緩くねえ、緩くねえってどこの言葉さ、知らこういうね、これはねちょっと今針金外したらねこれ伸びた、そうだよ、最初より形変わったもん、形変わってきてるの、うん、だからガッチリは効いてないの、うん、まあそれは分かってやってんだけどね、うん、あ1年半でもつかないんだやっぱり、つかないね、こういうこの木そんなにね、うん、若木でないからさ、うん、古木だからね、なんぼ細いったってこれ3年も経ってる木だからね、あ、なるほどね、それはねなかなかそんな人間の思いにいかないんだけど、うん、ちょっと伸びたっていうより木がガサが大きくなっちゃったね、うんうん、少し外したから、うんうん、だからこれはもう一回かけ直すつもりだからねいいんだけどね、うん、いやこういうのはあれなんですよ、最初も写してあるからさ、これかけた後もね、うん、見れば本当は分かんだよね、うん、どうせってさ外す隙もさ、外す隙もあこれもあったとかって分かんない、自分でも分かんない時あるんだよね、細いやつね、うん、そしてなおかつさ中に食い込んでたりしたらさ、うん、全然分かんないでしょ、うん、だからねやっぱりある程度こうあんまり食い込む前にちょっとね外しておいた方がいいよね、太いんだらいいけどさ、うんうん、針金曲がんないから木の方を曲げてもらう木を曲げてもらう、一応こうやってこう裏側から見たらね、これねちょっと残ってるでしょまだ、こうやってね、ここなんかこれ結構食い込んできてるんだけど、うん、こういう風になってくると大体効いてるけど他のとこ全然針金の跡ないでしょ、うん、これちょっとまだね引きそびれてるんだよね、うん、だからこれはまあどっちにしたってもう一回やるんだからいいけど、まあ針金かけてねこんなもんなんですよ、だからかけた時はねきちっとよく見えるんだけど、ちょっとこれさこういう何でもないような肌とさ、うん、こういうなんか肌とさ、うん、あるでしょ、ある、どっちが古いの、こっちが古い、あそう、これ若々しいの、うーん、これはね結局そのパイナップルみたいな、松の枝って上、松って上が元気でしょ、うん、だからこれはさ上の方、これ下の枝の方が普通苔順としては太いのが当たり前でしょ、うん、だけどこの木はやっぱりねある程度大きくしたいなと思うから、うん、上の方
あの剪定しないで置いてるでしょ、うん、だからこれ上の枝と下の枝と同じぐらいの太さでしょ、うん、でこれはやっぱり 順番としては間違ってんだよね、うん、だけどこれからやっていく仕事はやっぱりその苔順を良くするためにやっぱり上を押さえて下枝を太らせて、して上はね太いやつは必要なやつは残すけどいらないのは順次取ってって、そして新しい芽の細いので作り直すとかね、そういうのがねこれからの作業なの、うん、あそれもやっぱり古くなればそういうのツルツルになるんだ、あ全部なるよこんな風に、これは若いところの証拠、ね、これこの意外側はここに葉っぱあったの、あそれ綺麗に、うん、綺麗に取ったのこれは、3年目のやつ3、4年前のやつ古いやつ、なるほど、これ庭にも庭に置いとけばこれまだついてるよ3年や5年で、このね厳しいね、うん、この世界情勢の中でね生きてるからね、これはね、うん、もう耐えきれなくてね、うん、葉が落ちたの、葉っぱの跡なんだ、厳しい世界はね、うん、やっぱりあれなんだよ、身を痩せていきないとね、うん、ダメなわけさ、うん、厳しい世界だからのほほんってブクブクしてたらダメなんだよ、うんうん、誰か見て、うん、よいしょ、厳しいんだから大きい方の見習ってないんだよね少し気を見習え、気を見習え、自分でちゃんと調整してるんだよ、やばいと思ったら痩せようとする、生きるためにね、うん、生きるために、人間は生きるためにますます食ってますます太ってるじゃない、金かけて太って金かけて痩せてた、本当だね、なんだ、まあそれだから世の中それだから生活できる人もいるから、ダイエットするためにわざわざ金払って1万円かこれはもう人間の差がですから仕方ない、これでね、あの外した時ね、これは最初と全然違うから ね、ええ、あの最初はね、とにかくこう曲がりがなかったの、何にも、全てまっすぐだったの、この芯も、こういうとこも、まあ、裏から見てれば分かるけど、最初はこんなんでなかったの、これ全部まっすぐピーンとしてたの、こう全てが、全てがピーンとしてたの、でこういう風になってく、上から下から見たら分かるでしょ、これね、これはですね、一応俺さっきの話じゃないけど残ってた、これここに大事に取っといた、これこうやって忘れるんだよね、これ白いやつでやったらそんなことないけど、ないね、うん、今度は白いのでやるわいや白いのでやるとね、お客さんがね、なんか我々の感覚ではだよ、あ毛嫌いね、うん、なんか安っぽく見られるかなと思ったけどね、そうでもないんだよね、白いやつはやっぱりね、あのよくあの針金の跡がよく見えるしね、それでね白はニウムなのでね柔らかい、外しやすいの、だからちょっとあの針金が太くなる、その代わりね、でちょっとねケバケバしく見えるけど、まあ、こういうのはさ、あの針金掛けも一つのね、あの楽しみにしてる人もいるからね、だから針金のかけた跡をよく見てこう参考にする人もいるから、白は白でいいと思うんだよね、でこういう感じになってきて、なんとなく、なんとなくだけどね、我々にすれば将来有望なわけさ、これこういうの、これはもうガラッと入れ物から何から全部変えて、そしてこの木はあの水平にねこう流れていくあの状態にしてるんだけど、ちょっとね動きが足りない、やはり横に行ったら将来的には大雪でこんな風に曲がってくるのが普通木だから ね、永遠に横に行かないから、これ先重くなったらさ上からなんかので、ね、自然に下がってくるのが木なんですよ、
それ枝はみんな下下がる、ね、下ぶら下がるでしょ、うん、だからこれではねなんかねあの見てる人のイメージがね、うん、木の感じにしないんだよね、うん、平べったくて、うん、なんかこう嘘くさい感じはするね。やっぱりねこれがちょっとこう下がるだけでね、うん、あ木だっていう感じするでしょ、うん、これそれをね目的にしてるの、うん、だからこれはまあ、あの針金もちろんかけ直すんだけど、うん、鉢も変えなきゃダメね、うん、で将来的にはもうちょっとこの根をもうちょっと出します、うん、この根は枯れてますからこれ、うん、これはもう枯れてる根なんだ。これは枯れてるこれね枯れてるでしょ、うん、これはいらないんですけどこの根もね見どころなんですこれ、うん、だからこうもっとねもっと出すの根っこ、うん、こうやって頑張って生きてるぞってとこ見せないとならないの、うん、実際頑張ってそんなもんこれね10年も20年も経ってる木だから実際頑張って生きてるでしょこれすごいいいんでしょ、うん、だからねどっちから見るかっていうのも問題なんだよね、うん、こうやってやるとなんかここがさ歴史型がダラーっと見えるけどこっちから見ると頑張って生きてるぞっていうのが見えるでしょ、うん、だから正面的にはここですね。これは多少微調整あるけど、うん、そして頑張って生きてるぞ雪にやられたけどってこうやって崖で雪崩にやられたっていう感じでねぐいっとこういう感じに下げるんですよね。